こんにちは、3分ウォッチングご覧いただきましてありがとうございます。今日は船橋親水公園からお送りしております。向こう側がララポートになります。はい、バッタンバッタン落としてるのはスケボーです。はい、スケボーお兄ちゃんたちが練習してます。このアップルウォッチのアプリについてね語りたいと思いますが、皆さんアップルウォッチにアプリは何入れてらっしゃいますでしょうかね。はい、あとよくどんなアプリ入れたらいいのなんて友達に聞かれるんですけれども、僕が思うにはデフォルトで入ってるので何も問題ないと思います。それでなんか物足りなくなったら出せばいいんじゃないかなと思いますし、実際僕はスケジュールのアプリがタイムツリーというのを使ってるんでそれだけ入れました。そんなもんだと思いますね。あとお天気のやつ入れたかもしれないですね。はい、まだあんまり知らなかった時なんで、とりあえずお天気アプリとそのタイムツリーを入れましたけれども、皆さんもし何かおすすめあったら教えてください。よくアップルウォッチ自体もよくできてるんで何も特に入れなくていいんじゃないかなと思います。はい、今日は簡単でしたが、何をアプリ入れたらいいんだろうというお話でございました。はい、ご覧いただきましてありがとうございます。下向いた風で、はい、本日もご覧いただきましてありがとうございました。このようにいろいろアップルウォッチに関するちょっとしたことを、上がった、すごい風ですね。カメラが動いちゃいます。置いてあるカメラが動きます。はい、はい、アップルウォッチに関するちょっとしたことを一動画で一個ずつお伝えしてます。気に入っていただけましたらぜひグッドボタンやチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。すごい風です。それではまたお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この3分ウォッチングではアップルウォッチの便利な使い方やちょっとしたチップスを3分程度の簡単な動画にしてご紹介しています。ぜひチャンネル登録の上、一緒にアップルウォッチを楽しみましょう。